はい、こんにちは。タクシー転職サイトプロタクの藤野です。このチャンネルでは普段新人のタクシードライバーの方やタクシー業界に興味を持っていただいている方にお役に立てるような情報を配信をしております。今回のテーマがこちらでございます。10月30日のタクシー売上結果と解説です。僕、藤野陽一が東京特別区といわれる23区武蔵野市でタクシーの営業、確実勤務という営業ですね、丸1日働いて丸1日休みという勤務形態なんですけども、こちらで乗務をしまして、その時の営業結果とその営業結果にたどり着くためにどんなことをしていたのかを解説する動画となっております。貴重なお時間いただきますが、最後までご視聴お願いいたします。というわけで、2021年10月30日の営業解説ということで、以下の項目でお伝えをさせていただきます。まず1つ目、営業結果。2つ目、目標 VS 実績。3つ目、繁忙期の土曜深夜攻略法。4つ目、まとめ&宣言明けの直近の予想。という流れでお送りをさせていただきます。それでは早速、営業結果の方からお送りさせていただきます。はい、2021年10月30日の営業結果ということで、まず出庫時間8時7分、朝の8時7分ですね、に出庫しまして、入庫、つまり帰ってきた時間がですね、翌朝4時15分ということで、実質20時間8分の営業時間となります。ちなみに僕が所属するタクシー会社では最大20時間40分まで営業時間として認められているので、20時間8分ですが、こちら営業時間はクリアというふうになっております。で、グループ平均ということで、僕が所属をするタクシー会社がですね、とあるタクシー会社のこのグループですね、グループに加盟をしております。そのグループの平均がですね、この日 55,321円でした。で、まあ僕はこれ早番という勤務形態なんですけれども、この日ですね、ハロウィンということで、僕がこの帰ってくる前とかもですね、渋谷、六本木、あとは歌舞伎町ですか、で人がもうにぎわってて、なんならこれからさらにタクシーが足らなくなるんではないかと言われているような状況だったそうです。なので、まあ、この 55,321円というのは早番ですね、いわゆる早番の平均売上なんですが、遅番の方々も含めるともっとね、高かったんではないかなと思います。ちなみにこの 55,321円っていうのはですね、前回僕が乗務をした時と比較するとプラス3,586円というふうになっております。10月に入って緊急事態宣言が明けて、で徐々に、ね、街中に、しかも夜の街中にも人が戻ってきたと。でさらに、まあ、ハロウィンということもあって、やはりね、ここプラスに働いていたのではないかなと思います。僕自身もですね、実際に、まあ、乗務をしてみて、日中からものすごい人が多かったですし、あと何よりも渋滞もすごかったですね。そんなことも踏まえて、僕藤野陽一の結果がどうだったかと申しますと、こちらでございます。はい、パラララッパラーなんて、ね、ファンファーレを鳴らすほどでもない売り上げだと思うんですが、まず総売上が 85,570円でした。営業回数35回、実車率 54.02%、 キロ単価 224.24円、休憩時間が3時間1分、で平均空車時間が13分1秒となっております。今回です、渋滞すごく巻き込まれてたりとかね、そういうのもあって、あとはその片道切符になってしまうようなね、つまり行った先営業でつなげられないようなところに、まあ、お客様をお送りする機会なども多くて、ちょっとね、空車時間が長くなってしまったという傾向にあります。はい、日報をですね、番組の概要欄の方にリンクを貼り付けておきますので、もしどこで営業して、どこまでお送りしたのか、一つ一つ知りたいという方がおられましたら、番組の概要欄の方にリンクを貼り付けておきますので、そちらの方、内容を確認をしていただければ幸いです。で、その中で何かね、疑問等がございましたら、番組のコメント欄の方に記入をしていただければ、プロタクからまたいろいろと返答もさせていただきます。はい、あとはこの平均空車時間ですね、これ毎度口酸っぱくお伝えをしておりますが、タクシードライバーをする上で安定的に収入を確保していくためにはものすごく重要な概念となります。ただこのあたりちょっとピンとこないです、よくわからないですという方おられましたら、平均空車時間の、ね、解説も番組の概要欄の方に貼り付けておりますので、そちらを合わせて、ご確認をください。ちなみになんですけども、この、ね、平均空車時間の考え方が、ちゃんとね、腑に落ちたからといって直接的に売り上げを上げるわけではありません。あくまで、まあ、考え方の土台基礎となる部分となります。ではですね、この1日の流れがね、どのように推移してたのが次の目標 VS 実績のスライドとなります。
はい、目標 VS 実績ということで、この部屋ですね、まず大前提として77,000、つまり税抜きで7万円を目標の設定にしております。僕はですね、平時はもう本当に税抜きで7万で、ちょっとね、閑散期とかいわゆるコロナの緊急事態宣言かと言われてる時は税抜き6万を、まあ、無理なく目標設定にして売り上げを形成をしてました。実際のところね、例えばその宣言中とかでも10万弱とかね、売り上げを上げてる日もありました。そうすると、じゃあ7万のね、目標設定って低すぎるんではないかというふうに、以前この営業解説の動画の方でも、まあ、ご指摘というかね、ご質問いただいたことがございます。でこれ目標設定なんですけども、高すぎてもダメですし、そして低すぎてもダメという部分で、無理のない目標というところで言うと、まあ、僕の今のレベルですと、まあ、この、ね、7万7000円がね、適正値なんではないかなという部分です。でプラスに推移してきたら、今度はじゃあどれだけ、ね、貯金を作っていけるのかみたいな、ね、形で時間、まあ、そんな風にこうモチベーション管理をしながら目標に対して、超えていくとかね、目標を超えることができそうなであれば、その目標に対してどれだけ貯金をね、作って最後ね、着地できるかっていうのを、まあ、自分のねモチベーションとしながら、1時間1時間ね、モチベーション下がらないように、自分の、モチベーションコントロールっていう部分ですね。モチベーションばっかうるさいですね。はい、すいません。そんな風にですね、コントロールをしながら営業しております。だからこそ、このね、時間帯ごとの目標設定っていうのがものすごく重要になってきます。で、ざっくりとではありますが、これも、ちょっと何名かの方に、以前ご質問というか、はい、ご要望いただいたので共有をしておきます。5000円以上ですね。5000円以上の単価に関しまして、まずは9回目、11時48分。だからまあ、ここですね。11時台のところで、これは無線のお客様です。新宿区若松町から所沢市小手差し南までお客様をお送りをしております。で、これが売上が 14,220円という風になりました。で、あとはですね、5000円以上で申し上げますと、1時58分だから、この1時から2時の間ですね、1時58分に新宿歌舞伎町1丁目から江東区東洋2丁目まで6660円ね、お客様お送りをしております。で、5000円以上に関しましては、最後35回目、3時1分に六本木4丁目から横浜市青葉区千草台でいいのかな、はい、横浜青葉インターの降りたところすぐですね。で、これが 11,070円という風になっておりました。で、このように単価だけ聞くと、満州2本も行ってて込み8号なのっていう風にね、感じる方もひょっとしたらおられるかもしれません。もう本当ね、痛いとこ疲れちゃったら、もう僕はもうね、グーの音も出ないんですが、ただね、一点だけお伝えさせていただくと、一番最初のですね、もうこれ言い訳だな一番最初の若松町から所沢市なんですけども、これ11時48分にご乗車をしていただいて、ご降車が13時26分ということで、1時間半ぐらいかかってます。これめちゃくちゃ渋滞をしておりました。所沢インター降りてから、まあ、これ小手差しの方に行くまで、僕もね、その区域外なのであまり道詳しくないんですけれども、それでナビ通り行ったら、もう本当になんか駐車場ですかっていうぐらい動かないみたいな、はい、っていうような状況でした。で、後々ですね、まあ、帰ってきてから会社の先輩で小手差しに、ね、住んでらっしゃる方が、まあ、おられるので聞いたところ、この所沢インター降りたら所沢方面に走るんではなくて、一回浦和の方に行って、で浦戸湖街道の下を通っていくと。で、イメージとしては、この浦戸湖街道の南側を通る道ですかね。はい、そこを通っていくといいっていうね、感じでおっしゃってました。で、もしこのあたりですね、すごく細かく、所沢インターから、所沢方面とか小手差し方面の裏道とかね、ご存知の方とかいたら、このあたり別途ね、コメント欄とかでアドバイスいただけるとね、幸いです。はい。で、まあ、そんなこんなもありまして、このね、14,220円のお仕事だったんですが、結局往復で、まあ、3時間以上かかってしまってるんですね。だから、10時から11時の間で、15,000円ってバーンって跳ね上がってるんですけども、そのままこの26,000円っていう数字が、3時間ね、全く動かないと。で、4時間目動いたんですけども、ここ結局1000円ぐらいしか動かせてないので、その後も結局赤字になっていくみたいな。で、今度は休憩も取らなきゃいけないみたいな感じになってしまったので、なんか、なんて言うんですかね、その、ずっと赤字、ここで作ってしまった赤字を追いかけるみたいなね、仕事になってました。でね、まあ、今回僕の改善点としましては、
結局その往復で3時間の仕事をすると。で一方で僕はですね1時間半ないし2時間走ったら休憩みたいな形をとってます。だから3時間分いつもより、まあ、1時間半以上長く運転してしまっているので、その後の休憩の取り方を1時間半とか言わずに1時間というふうに少しずつ短縮して調整をしていかないと後々に響いてくるなっていうことをですね、営業しながら遅いんですけども気づきました。っていうのもですね、結局60分のねこの休憩を取らなきゃいけないわけですけども、後ろ倒し後ろ倒しになってしまって、この60分の休憩がですね、なんと23時53分から0時53分という、もう本当にピークが立ち上がる状況下で取らざるを得ないみたいな感じになってしまったんですよね。だからこのあたりもう少しちょっと調整をしていかないと、立ち上がりの波に乗れず、今回最終的に35回目で1万1000円のお客様ご乗車になっていただきましたけども、まあ、これがなかったら本当に抜き7もねちょっと厳しかったのではないかなという状況の反省点があったので共有させていただきました。本当にですね、この3区間での営業一手間を加えていただくだけで行ったり来たりですね、渋谷から歌舞伎町、歌舞伎町から渋谷でしたり、渋谷から六本木、六本木から渋谷、あるいは六本木から歌舞伎町で、歌舞伎町から六本木っていうのをですね、行ったり来たりっていうのを 100% ではないかもしれないんですけども、こういったねトライアングルで効率よく営業できるっていうのが実は可能なんですね。じゃあどうすればいいかというと、もうここまでね地図を使って解説をすればおのずとねビジュアル的にコツあると思うんですけども、向きを意識して営業するっていうことです。例えばじゃあこの歌舞伎町を例にとってみると、南向きで流してまあ営業すると。具体的にはですね、例えば食安通りから靖国通りに向かってまあ流してみるとか、明治通りから入ってきたら風林会館のところで信号左曲がってまた靖国通りに向かって流すみたいなことをすると、まあこの向きでね営業してももちろん池袋方向とか中野方向にお送りすることもあります。まあ南向きだとね全然中野はありえますね。中野とかね初台とかあっち方向全然ありえるんですけども、ただこれを意識してあげると中には渋谷とか六本木っていう案件もありますし、まあ力ですと新宿2丁目とかもあります。で新宿2丁目に行ったらまた歌舞伎町向きちょっと意識してあげて北向きとかで営業すると、でまたね歌舞伎町戻ってきたりとかっていうので、短期間でねコツコツと積み上げるというのがまさにねこの狭い区間で達成していくことができるので、ここをねうまくこう活用したりするといいんではないかなと思います。はい、続いてまあ渋谷の例なんですけども、渋谷に関しては道玄坂上から道玄坂のねこの下に向かってまあ流してあげる、こういったことをね意識すると、新宿歌舞伎町方向だったりとか、あとは六本木方向ですね、行く可能性が高められるというふうになります。はい、続いてまあ六本木ですと、まあ六本木交差点を基準として西麻布向きですね、渋谷向きに流すというのもまあ有効ですし、あるいは外苑東をですね六本木交差点に向かって流していくと、まあ、その先もねまあお客様おられるのでミッドタウン向きに向かって流すみたいなことをまあ組み立ててあげると、比較的狙い通りの歌舞伎町かもしくは渋谷方向に行く可能性が高められるというふうになります。というわけでここまでヒット本数を稼げるトライアングルということで、歌舞伎町と渋谷と六本木の大まかでありますが流す方向ですね、どのような頭の向きで流した方がいいのかっていうのをですね、ざっくりとですが解説をさせていただきました。とはいえじゃあね今言われた通りそのままただ走ればお客様にご乗車になっていただけるのかしたら、それはまた別の話です。お客様にご乗車になっていただく可能性を高めるためにはベースねゆっくり走る、そしてゆっくり走りながらよくねいろんな場所を観察をするという部分が必須になってきます。ただこれもねちょっと難しいのが、あまりにも前に対して意識が向きすぎてしまうと、今度はですねこうゆっくり走ってると当然のことながら後続車がいます。後続車に対して迷惑をかけてしまう、渋滞を発生させてしまったりとかね、それこそ場合によってね事故のリスクなんていうのも上がってきてしまいます。なので後続車に対して危険な思いをさせないとかね、邪魔にならないようにしなきゃいけないっていう部分をですね、そこを天秤にかけながらどうやってゆっくり走るのか、どうやったらお客様にご乗車になっていただく可能性を高められるのか、
こういった部分をですね、両天秤にかけながら走らなきゃいけない。まあ、ここはね、デビューしたての方でそう、ひょっとしたら難しく感じる部分かもしれません。でも逆に、ここが僕はですね、タクシードライバーのやりがいの一つではないかなと思います。ですので、まあ、デビューしたての新人さんとか、どうせまだね、その繁華街流しててもうまくお客様ご乗車になっていただくことができないという方おられましたら、今日ご紹介をさせていただいたどこを流せばいいのかっていうエリアと、あとはどうやって流せばいいのか、ちょっとねヒントをお伝えをさせていただいたので、この2つを組み合わせてぜひともチャレンジをしてみて、少しでもね売り上げをアップできるね可能性を高めていただければと思います。というわけで、繁忙期の土曜深夜攻略法ということで、以下の内容でお送りをさせていただきました。まずはですね、ホームランではなくヒットを稼ぐというお話をさせていただきました。まとめますと、土曜日は基本的に単価が低い傾向にあると。とはいえ、イベントをね、抑えておくと当たる可能性は自分の力で高められるよというお話をいたしました。で、ヒット本数を稼げるトライアングル。どうしてもね、前段の部分で土曜日に関しては単価が低い傾向にあるから、なのでそこを単価は低いんですけれども効率よくね積み重ねられる場所がありますと。で、その場所が六本木と渋谷と歌舞伎町があるというお話をいたしました。で、この3箇所で営業するにあたって向きをね意識するといいというねお話をさせていただきましたので、ざっくりとねお伝えすると、六本木に関しては西向き、渋谷は東向き、歌舞伎町は南向きを意識するとトライアングルで稼げる可能性を高められるというねお話をさせていただきました。はい、というわけで今回もですね、営業開始2021年10月30日の営業のね中身ざっくりとではありますがお伝えをさせていただきました。最後のスライドなので、ここで総括と直近の予想というお話をいたします。まず総括に関してですね、ハロウィンはやはりすごかったです。もうね、夜至るところにお客様がいたそうですで、これね、いたそうです。なんでこんな抽象的な言い方かと申しますと、あのね、番組の概要欄から日報をね、ご覧になっていただければ確認できると思うんですけども、まあ最後ね、僕、六本木にいましたけれども、立ち上がり始める10時、11時、12時以降、営業が終わるね、3時とかまで、結局僕ね、一回も渋谷には行けなかったんですよね。いやー、ハロウィンのね、コスプレをしているお姉さんとか乗せたかったな、なんて失礼しました。はい。でもですね、仲間うちの話では、本当にコロナ前からですね、乗務をしている、本当5年、10年以上のドライバーの方の印象、感想だと、もう年末の再繁忙期の締め日と同じぐらいかっていうぐらい人がいたって言ってました。なのでね、これが単発的な宣言解除による需要の跳ね返りだけじゃなくて、引き続きね、週末とかになるとこのように人がね、たくさんいてタクシーが足らないみたいな感じになると、まあ、タクシードライバーとしてそのやりがいをね感じていただけるんではないかなと思います。まあ、そんなことも含めながら直近の予想というお話をさせていただきます。しばらくは初めちょろちょろ中パッパです。いや、ここに来てなんで急に米の炊き方聞かなきゃいけないんだよとね感じる方もおられるかもしれません。お米をねこう炊くときにですね、初めはこうちょっと弱火で、途中からこう一気に火を入れて、で、ふつふつさせるっていうね、はじめちょろちょろ中パッパってやつありますよね。これ、すごくね、タクシー業界の今現状を表す、いい表現ではないかなと思います。これどういうことかと申しますと、はじめっていうのは週はじめです。週はじめに関しては、これ売り上げがですね、まだちょっとちょろちょろっていう感じなんですよ。でも、日を追うごとに、もう本当に、木、金、土、下手したら日曜日とかも知れないんですけども、もうね、これ中パッパなんですよ。もうね、グツグツしてるんですよ。ちょっとね、これ抽象的で分かりづらいかもしれないんですが、本当にもうタクシーが時間によってはもう全く足らなくなってしまって、売り上げもすごく上げやすいっていうね、環境にももうなってきてます。でね、この状況っていうのはコロナ前も結構同じ傾向なんですよね。週始めはちょっとね、タクシーの需要と供給が崩れてて深夜厳しいなみたいな感じになってるんですけども、まあ、週末になればなるほど売り上げを上げやすいという状況になってたと。で、ポイントはですよ、このね、コロナがね、2年も続いてしまったから、コロナ前ってなんかすごくね良かったんじゃないのと、もういつ誰が営業しても売り上げ上げやすい状況だったんじゃないのというふうにね、なんかまことしやかに都市伝説的にね話されたりする部分もあるけれども、そんなことないです。そういった状況下でもできる人はできるし、言葉選ばずして言うのであれば、できない人はできないという状況がありました。なので今ね、宣言明けて一時的な需要の跳ね返りという部分はあるかもしれないんですけれども、
この状況下でも売り上げを上げられる人は上げられますし、方法論とか分かっててもね、どこを流せばいいのか、こういったことを知っていたとしてもやっぱできない人はできないっていう部分があったりします。結局ですね、一言で言うとどういうことかというと、まあ、本人のやる気のね部分がやっぱりね、自分の結果を手繰り寄せられるかどうかに大きく影響してるということをね、少しでも伝わればと思ってこのようなお話をさせていただきました。結局のところいついかなる時でも、やる人はやるっていうのは、もう一言で言うと本人がもう絶対やってやるっていう強いね意志があるからこそ結果をね手繰り寄せてるんではないかなと思います。で、その強い意志の上に考え方、知識とかそういうものがあって、さらにその上に能力ですよね。どうやって流せばいいのか、こういった部分とか、あとは今自分が持ってる売り上げに対して、じゃあ高速でね、自腹を使って都心部に戻った方がいいのかっていう判断能力、こういった部分が上に備わってると。どれかけでもね、やっぱりね、売り上げを上げられるとかね、上げ続けるのって難しいと思うんですけども、一番大事なのは何よりも本人のね、やる気、意志力なんではないかなと思います。で、この意志力の強さが大事っていうのはですね、僕自身もこの日営業していて、本当に強く感じた部分です。先ほどの目標とね、実績の部分でもお伝えをしましたが、僕はですね、夜のですね、まあ、12時、1時ぐらいまでの状況をそのまま推移をしていたら、税抜き7万もね、難しいというような状況でした。確かに運の要素もあるんですけども、その後ですね、諦めずにですね、もう使える時間フルに使い切ると。で、あとはその時間を捻出するために、すごい短い区間でも自腹高速を使う、こういったことをやっていったからこそ、最終的にね、何度も言いますけども、運かもしれないですが、六本木から横浜青葉1万1000円というね、お客様にご乗車していただくことができたので、まあ、着地8万5000までね、手繰り寄せることができました。なので、もしなかなか売り上げが思うように上がらないというので、くすぶってる方おられたら、もうね、諦めたくなるっていう気持ちもわからなくないんですよ。ただね、諦めてしまったら、もうそこで試合終了してしまいますけども、使える時間、最後まで使っていただければ、やはりね、女神が微笑むこと、これゼロではないと思います。なので、そういった部分がね、ちょっとね、今回の営業解説ではね、伝わればなと思って、解説をさせていただきました。というわけで、ここまでご視聴いただきまして、ありがとうございました。